7×7 のアイアンゴーレムトラップを作ると大損する理由。まず効率。7×7 は毎時220鉄。17×17 は毎時400鉄。倍近い。でも、水路作るのにかかる時間。7×7 は1分30秒で。17×17 は5分20秒でした。7×7 の方が3倍は早いから。3倍簡単です。気は確かか。ゴーレムトラップで一番大変なのは、どう考えても村人なんよ。村人を20人も連れてきたり、繁殖させたり、ラジバンダリしてさらに、20台のベッドと食料ブロックに、きちんと正しく紐付ける。この作業、達人でも2時間はかかるし、初心者だったらもっともっと、何時間もかかる。いくら鉄取れすぎても仕方ない。1時間に200個ちょいあれば十分とも言えるけど、水路のたった4分の違いで、倍なるなら、小さいのが本当に楽で取って言えるんか？コッペガー。